1969年、長崎県でデパートへ行くと言って、自宅を出た男子中学生が行方不明になるという事件が発生しました。失踪後に見知らぬ男が自宅を訪問、男子中学生の帽子を家族へ見せ、子供に現金を強奪されたと語り、翌日、父親宛てに、人のお金を盗みました。探さないでください。と書かれた怪文書が届き、公開捜査されるも手がかりは得られず、消息不明のまま現在まで至ります。自宅を訪ねてきた不審な男は何者なのか、彼は何らかの事件に巻き込まれたのか、今回は謎が謎を呼ぶ庄山仁志くん行方不明事件を追います。まずは事件概要をご説明します。1969年2月23日午後2時過ぎ、長崎県佐世保市に住む佐世保市立花園中学校、2011年3月に閉校した現在の祇園中学2年、庄山仁志くん当時14歳が、玉屋デパートへ工作の材料を買いに行くと、自宅を出たまま行方不明になりました。出かけた時は制服と制帽を身につけたまま、同日午後6時30分、仁志くんの帽子を持ったクリーニング店に勤務する男 A 当時24歳が自宅を訪ね、光月町にある長崎地裁佐世保支部近くの路上で、この帽子をかぶった中学生に現金を奪われたと主張。A によれば午後3時30分ごろ、道路の側溝に片輪が落ちたバイクを引き上げようとする2人組の少年に会い、手伝おうとジャンパーを道路脇に置いたところ、少年の1人が突然ジャンパーを奪って走り出し、もう1人も逃げ、ジャンパーのポケットに現金46万円を入れていたため、2人を追いかけ、遅れて逃げた中学生のズボンのポケットから帽子を抜き取り、書かれてあった名前を手がかりに自宅を探したと。仁志くんは夜になっても帰宅せず、家族や学校関係者が探すも見当たらない。そこで午後10時に捜索願いを提出。捜査員50人で山やため池、ホテルや旅館周辺を捜索するも発見には至りません。翌24日昼ごろ、父親宛てに手紙が届きます。前略、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて人のお金を取りました。40万円以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校には僕の気持ちが落ち着くまで病欠にしてください。すぐに帰ってお詫びします。どうか探さないでください。という内容でした。この手紙には23日午後6時から24日12時までに配達する佐世保郵便局の消し印が押されており、鑑定したところ本人の字で間違いないという結果を得ています。しかし彼はおとなしい生徒で成績が良く風紀委員も務めている。無断で休んだこともなければ、これまで補導されるような素行もない。周囲は他人のお金を奪うような犯罪を行うわけがないと述べました。では捜査で判明した事実をお伝えします。現金を奪ったとされる現場は、普段仁志くんが通る道ではありません。現場検証でバイクの片輪が側溝に落ちた痕跡は見つからず、自宅へ訪れた A を嘘発見器にかけるも反応はなく、偽装された話という証拠も発見できません。ところが A は仁志くんの自宅を訪れる4ヶ月前に、少年刑務所を出所したばかり、さらに彼が失踪する前、自宅周辺に不審な3人組の男が現れ、家族について聞いて回ったという情報もあります。仁志くんの家族は事件から1年後に、佐世保市から約 64km 離れた佐賀県富士津郡へ引っ越し、失踪から23年後の1992年に失踪宣告が受理され、法的に亡くなったと認定されました。彼の消息は不明ですが、目撃情報としては失踪当日午後2時30分、同級生が佐世保市名切町にあるバス停で見た、国道204号線沿いの松浦バス停で見かけたという情報も寄せられており、失踪前日は同級生に家出したいと漏らしていたことが判明。事件に巻き込まれたという疑惑も曖昧になりました。次に A について確認できた情報をお話しします。A は事件後に佐世保市から引っ越し、各地を渡り歩いた後奈良県へ移住。取材したジャーナリストによれば、結婚して2児の父親となり、ダンプカーの運転手として働いていました。46万円の出所は話せない。いつかは言わないと。と述べ、記者が、では今言ってほしい。と迫った際、わしは情に脆いからな、そう言われると言いたくなるんや、けど警察のメンツが立たんもんな、と関西弁で語っています。
つまりこの事件には何らかの形で警察関係者が関与した可能性も高い。そこでジャンパーに大金が入った状態を少年たちが気づくのは不自然と指摘すると、外から見えんし、そう言われれば不思議やなとだけ話しました。続いてひとし君についてもご紹介します。彼は長崎県で海上保安官の父と専業主婦の母のもとに生まれ、姉と二人の兄を含めた5人家族で末っ子三男として育ちました。当時姉は病気で入院中、1980年頃に福岡の福祉施設へ入所しており、事件から1年後に佐賀県富士郡に引っ越したのは親類の住む温泉地で姉の病気療養をする目的だったことが確認されています。おとなしくて学校での成績もよく風紀委員を務めている。父親は海上保安官で安定した生活を送れる。外から見れば家出する要素は見当たりませんが、その環境がひとし君にとって風通しが良いとは限りません。落ちこぼれない容器をつけよう、きちんと対応しなければならないというプレッシャーを感じ、家庭を居心地よく思っていなかったとしても不思議はなく、中学生であれば反抗心も芽生えたでしょう。そのため失踪前日に同級生へ家出したいとこぼしたのは事実です。ひとし君は被害者なのでしょうか。ここでは事件当初から疑われる4つのポイントを検証します。1つ目は工作の材料。材料は学校から支給されており、わざわざ買いに出かけなくても手元に揃っています。自分なりのアレンジを加えたいから不足したものを買い足すにしても、玉屋デパートまで買いに出かけるでしょうか。玉屋デパートというのは佐世保市栄町にある佐世保玉屋のこと。百貨店へ行けば何でも揃う時代だったかもしれませんが、学校の工作で必要な材料をデパートで買う中学生も珍しい。材料を買いに出かけるというのは自宅から出かける口実で、本当の用事は別にあったのかもしれない。2つ目は現金46万円。いくらクリーニング店で働いたとしても、4ヶ月前に少年刑務所を出所した A が大金を持てるでしょうか。もちろん実家がそれなりに裕福であれば別ですが、当時の46万円は現在の価値で約100万円。それほどの現金を財布へ納めず、ジャンバーのポケットに入れる行動も不自然。家族はそのお金を知らないと話しましたが、 A は床下に置いていたと証言しており、床下に隠さなければならないお金とはただのへそくりではなく見つかると困るお金。それが事実であれば、どのような目的で貯めていたのでしょう。3つ目は怪文書と称される手紙。すぐに帰ってお詫びしますとあるにもかかわらず、帰宅しないこともそうですが、どうか探さないでくださいとは、まさに家出する人間のセリフ。しかも冒頭に前略と書いており、彼は普段このような言葉を書きません。文字はひとし君が書いたもので間違いありませんが、後半へ向かうほど乱れた状態となっており、脅されて書かされたのではという見解も生まれています。確かに脅されていれば文字が乱れるかもしれない。ただし手紙が届いたのは翌24日昼頃、消し印は23日午後6時から24日12時までの配達となっており、自宅を出たのは午後2時過ぎ、お金を奪ったのは3時30分頃。郵便ポストの集配時間は確認できませんが、そこから逆算すると2時間ほどで用意したことになる。逃走時間を踏まえてもそれほど短時間で書けるでしょうか。4つ目は目撃者のいないトラブル。バイクの片輪が側溝に落ちたとされる時間帯は昼間、周辺は住宅街です。だとすれば人目につくし目立たないわけがない。それにもかかわらず誰もバイクと2人組の少年を見かけていないのです。しかもひとし君は徒歩で外出しており、バイクに乗る友人は存在しません。5つ目は警察への通報。当時の100万円にあたるお金であれば被害届を提出しなかったのでしょうか。どこからどう見ても被害に遭っており、犯人である一人の自宅が判明したのであれば相手を逮捕してほしいと思うでしょう。怒りに任せ自宅へ向かったとしてもお金を返してほしいと思うのは当たり前。たとえ両親に断られたとしても警察へ訴えるのではないでしょうか。これらの疑惑を振り返ると、バイクの片輪が側溝に落ちたトラブルは発生しておらず、彼はお金を奪っていない。そもそも A は現金46万円をジャンバーのポケットへ入れていないと結論付けられるかもしれません。そうであるならこの事件はどのような展開だったのでしょうか。ここからは少し飛躍した家出として考察します。
ひとしくんは失踪当日、目撃情報通り、午後2時30分なきり町にあるバス停から乗車、北へ約 33km 離れた松浦鉄道駅前にある国道204号線沿いの松浦バス停で下車し、そこから電車に乗り換え、JR 伊万里駅から福岡県へ向かったのではないでしょうか。なきり町のバス停を出発したのは午後2時30分ごろ、県道40号線を経由し、松浦バス停までは約50分なので到着したのは3時20分過ぎ。 A が自宅を訪問した時すでに佐世保市を出ていたと思われます。彼は A に脅されて手紙を書いたのではなく、2人は協力関係。 A は自宅付近で目撃された。3人組の男のうち1人で単なる使いっ走り、そのため悪いことをしたという自覚を持っておらず、嘘発見器にかけられても反応しなかった。記者がお金の出所を聞いた時、警察のメンツが立たんもんなと言ったのは真実を語ったのではなく、警察というワードを口にしただけで、お金を工面したのは裏社会の人間かもしれない、そうでなければ少年刑務所を出所したばかりの A には用意できず、ひとしくんがバスや電車へ乗る交通費、当面の生活費を面倒見られないと考えられる。だとすれば彼は手にかけられたのではなく、反社会勢力に所属する人物に拾われたのではないでしょうか。最後に一つ、事件に巻き込まれた説として全容を解明します。目撃された情報は全て見間違いで、ひとしくんは工作の材料を買いに出かけ連れ去られた。犯人は3人組の男で、 A は自宅へ訪問する役割、もちろんバイクの片輪が速攻に落ちた。彼に46万円奪われたというのは嘘で、親へ賠償金を請求し示談で済ませる予定だった。そしてお金を手に入れた後、ひとしくんをどこかで解放するつもりだったのではないでしょうか。 A は少年刑務所を出所したと言っても仮釈放のみ、事件を起こしたと明るみになれば仮釈放は取り消され、再び刑務所に舞い戻らなければならない。いくらお金が欲しくてもリスクの高い誘拐は実行しないでしょう。そのため事実として自宅へ訪問しただけ。ところが両親は示談ではなく警察へ捜索願いを提出した。まさかこれほど早く通報されるとは思っていなかったので、お金を手に入れることはできず解放するタイミングも逃したのです。彼に狙いを定めたのは、 A が働くクリーニング店へ衣類を持ち込んだ、または受け取りに来たことで住所を確認し、持ち込まれた衣類からお金のある家と印象をつけられたからかもしれません。そして仲間に話を持ちかけ犯行に及んだと推測されます。ひとしくんの命を奪ったのは A を含めた3人。嘘発見器が反応しなかったのは当時の技術に限界があっただけ。はっきり確証を得られなかった警察が権利不十分で釈放したのでしょう。それが警察のメンツが立たんもんなという言葉につながり、これはお金の出所に対する答えではなく、容疑を固めたけど確実な証拠がなく逮捕できなかった状況を指すのかもしれない。もし3人組の犯行が事実であれば、ひとしくんの命と引き換えに自由を得ているため、絶対に許される行為ではありません。この事件は50年以上前に起きており、関係者は他界しているかもしれませんが、何らかの形で真実が明るみになることを願うばかりです。庄山ひとしくんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？